はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドレス・アスガーです。ゴッド・オブ・を続きをやっていきまーす。ヨツンヘイムの塔に来ました。巨人の塔だね。まだ開かない。先にじゃあ、いじらしてもらおうかな。いじいじ。ほい。まずい。石を取られた。どうだ、石の力を吸収しておる。ええ。何かが起きてる。動いてる。導かれとるんじゃ。これが石の働きか。テュールの魔法が発動したのじゃ。これからどうなる。ヨツンヘイムに行ってるんじゃない。じゃがさっきの身投げより悪いことは起こらんじゃろう。うわあ、やばい。そちょっと待った待った待った待って。同人誌が即売会みたいになってる。幕張みたいになってる。はい、コミックマーケットだ。よし、そ夜から並んじゃいけないんだぞ。はい、はい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 、ぐるぐる回りながら攻撃すれば誰かしらに当たる。おい、はい、今度は逆回り。はい、やっと終わったか。今度はまた、ああ、アルフヘイムかな。今度は冷たい系のやつじゃない。なんだ、ああこいつは今までの雑魚キャラらしくか。硬いし、こいつ硬いし。はい、早く。はい、ちょい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 。さあ、カラフ出して二人いるのか。ちょっとここでお父さんは使いたくないんだよな。うぇー、そっ、うん、やかましい。どこどこどこ。はいはいはい、後ろに注意じゃ。まだか、投げられん。よいしょ。さあ、背中に気をつけろ。気持ちいい。はい、ガード不動なんだよな。はい、雷雷。さあ、あと一人、あと一人。うとしい。あ、見つかっちゃったみたいな。はい、まだカラス出せない。よいしょ。はいはいはい、どこ行った。よし、食らった。そこか、うん、すごいし硬いし。敵キャラで俺一番追いつきないかもしれない。はい、もうちょい。何気に無敵になるんだよな。おい、回復。よし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 、次はどこへ向かうんだろう。わからん。キュイ、ここはそんな冥界に逆戻り。しまった、奴らが来る。誰だっけ。
おお、なんだなんだ、お前ら、はいはい、よし、オッケー、さ、こいつらはまだ戦いやすいな。やっぱ闇のエルフが一番戦いづらい。はい、よし、オッケー、はい、そっから落とせたりしない。なるほど、はい、よし、ちょちょちょ、はい、このまま一気に畳み込む。ありがとうございます。離してください、離れて、私から離れて、はい、おやめください。はい、オッケー、よし、落ちろ、まだいる、はい、よいしょ、オッケー。いや、やっぱね、闇のエルフが一番面倒くさいね。アトレウス、アトレウスが、セルヘイム、嫌な感じ、お、別の世界から戻ってきた。おっと、息子との感動の再会を邪魔させはせん。はい、あ、死ぬ前に行った、行った、行った、はい、ちょっとある程度ダメージを与えたかった、はい、バッチリ、はい、さあ、発掘、発掘、はい、カラス、カラス、はい、ぐる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 、よし、オッケー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 、そろそろお父さん使ってもいいかもしれないな。ヤバくなったら使う。大軍を、夫人を一応ここにセット、はい、はい、ここでこっちのぐるぐるも、はい、もうちょいでやるかな、はい、お疲れ様でした、はい、決まりました。お、レイジオブアルテミス、うん、これはいいね、これじゃつけてみよう。あ、今変えられないんだ、戦闘中は変えられないみたいな。おい、よし、あ、まだ変えられない、今変えられるかな、よし、待った、終点から、あ、ここはどこじゃ、うん、何も起きないな、開けられるのか、開けられる、ほら、ミズガルズだよ、橋がある、うん、戻ってきちゃった、元の場所にある、これでテュールの部屋からヨトゥンヘイムへ行けるはずだ。テュールはどうやったんだろう、うん、オーディンは巨人たちがかつての原始の物質をまだ隠し持っとると踏んだんじゃろう、うん、全ての世界の源じゃ、
その物質で調和の宝玉は作られたはず。巨人たちの用心深さが伺えるな。テュールにここまでさせたんじゃから。うん、見て、これで全ての火鉢に火をつけられそうだよ。そうそう、またこの言葉がようやく読めるようになったから。ロンドル、それはバルキュリアの名前じゃ。これは興味深い。いろんなとこにあるね、火鉢に火をつけていくんですよ。ただなかなかね、行けそうで行けなかったりするんでね、登れそうで登れないとか、そういういろんなのがあるんで、結局物語を進めないと、あら、行けないみたいなのが。ん？これでいいの？ここじゃないよね。理由もなくヨルムンガンドの邪魔をすべきではないぞ、うん、でした。だったらここに丸ボタンを作るぞ。二度ともう押せないようにしろ。わかったな。さあ行きますか。で、おめえらよく飽きもせずに騒がしい。そっからヨトゥンヘイムに行くと。ヨトゥンヘイムに何があるかわからんが、うん、痕跡は消さねば。カラスがオーディンに塔の復元を伝えるじゃろうが、わしらの手柄をやつに提供されてはかなわ。そう、さあ急いでヨトゥンヘイム。毎度このじっくり右手見るの何なの。来た。四つの兵。いよいよだ、行こう。そういえば目的を忘れてたね。遺灰をまくんでした。これではうまくいかん。え、なんと旅の結晶がない。テュールは自分の目で光を受け、橋を架けた最後の対策じゃろうて。使えるでしょ。わしには片目だけしかないのじゃ。オーディンはわしが移動できんよう片方の目を奪ったんじゃ。すまんの、いけると思ったが。オーディンはその片目をどうした。やつが持っておる。場所は見当もつかんがの。ここまで来たのに方法はきっとある。そうじゃ、まだいけないにはならんが。オーディンが山へ来るときに、あのドワーフの兄弟が辺りをうろついておるのを何度も見たことがある、何か知っているかもな。ブロックとシンドリ。ブロックとシンドリに話しかける。毎回ちょっと希望を持たすのやめて。まへん。ねえみんな、聞きたいんだけど、ミーミルの左目はどこか知ってる？ああ。うん。それは。実はオーディに頼まれて、作ってくれと、それで私に見せてくれて、断った。すみません、ちょっと失礼。まるで役に立たん。実はな、ちょうど同じ頃、俺んとこにもオーディンが訪ねてきて、隠し部屋がある像を作ってくれと頼まれたことがあったな。だが作るのは武器でもねえし、アース神族の奴らもアホ面揃いだったんで、俺も断っちまったのさ。結局オーディンはどうにか作ったがな。どんな像なの？そりゃ湖で玉を見せびらかしてるあのトール像さ。ヨルムンガンドが食べた像か。失礼しました。お腹の中をどう調べればいいんだろう。え？中ですって。ああまた。ヨルムンガンドの中に入るの？ならヨルムンガンドに直接聞いてみるかの。おー、もうこの先何があるかわからん。もう吹くことになった。再び大笛へ。なんだ、私はもう予知能力でもあるんじゃないか。はーい、起こしますか。いいぞ。はい。
タドゥイニスムスズファどうなのだ。ああ、まだ腹に残っとるかもしれんと。ああ、じゃから口の中に入っていって探してもよいと。あれは言っても。げえ、本当？ヨルムンガンども乗り気じゃなさそうじゃがの。吐いてよ。待ってる。待ってる、もう吐いてくれりゃいいのに。ねえ、本当にやるつもり？ヨルムンガンドに飲み込まれるの？来なくてもいいぞ。まあ、僕も行くけど。絶対敵いるしね。どうせあの中も。はい、どいて。行きますか。さあ、超臭そうだよね。わしもいろいろおかしな場所へ行ったが、あの頃には。だね、僕も巨人のお腹は初めてだよ、父上は。自ら進んで入るのは初めて。まったく、壊れてもしたんか。真っ暗じゃないんだよ。明かりは？閉めないでほしいけどね。大蛇の腹。ミーミルの目を見つける。昔はよく食べられる夢を見てた。この中から目見つけるの無理だろ。怖がってなんてないよ。ただ小さかった頃の感覚を思い出しただけ。なんだ？あの像を探そう。うん。あ、いろんなとこに船とかたくさんあるね。岩。まあ、とりあえず進んでいきゃいいのか。さすがにこう複雑にする。思ったほど悪くない匂いじゃ。醸造酒が発酵したような割と良い香りかもしれん。マジで変な人。お宝。いった、水に触ると焼ける感じ。これって水じゃないの？胃液です。蛇が全部じゃない。ほら、もう一回触ってごらん。宝だ。あれは土か。まあ、これだけか。ブロックとシンドリが仲直りできて本当良かった。鬱陶しさは増したかな。でもまた信頼し合えるのはいいことでしょ。なんか光ってる。あれか？船着き場あんの？笑えるな。これ絶対出るとき飲み込まれるみたいになるな。もっと奥に流し込まれてしまうみたいな。急いで出るんじゃみたいな。絶対あると思います。これ船着き場のくせに全然行く場所なくない？この子、登れないもんね。何これ。あ、壊せんのか。ん？違う。行くぞ。ほい。すごい滑りそうだけどね。もう少し近ければ。もう少し近ければ。
なんかしないといけないってこと？うん、うん、ダメか。じゃあもう積んだんですけど、積みです。なんだろうな、ここに何かある。あそこってどこ？こっちでいいのか、こっちでいいのか。じゃあそっち側には行けないもんね。ちょっと一旦行ってみるか。ああ、あれか、わかった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 、わかりました。はい、これね。うん、これをぐるぐる回しの、でこうらしいことね。もっとやんなきゃダメか。おい、そいそい、いけるとは言ってないけど。ちょちょちょ、まだまだまだ、待って待って、まだ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 、終わらせれば。はい、これでいける。よし、で戻しちゃいっと。うん、ミーミル、目の隠し場所はどこだろう。知らん、風景が届くわけでもないしの。うん、ここら辺。うわー、動いてる。攻撃したらギャーってなんのかな。失礼しますよ。ここじゃない？明らかにありそうだけど。あった。あった。ミーミルの目。なくさんように元の場所に突っ込んどいてくれ。壊してくれるな。そっとじゃ。うん。恩に着るぞい。なくして初めて分かった大切さじゃ。さあ、ようやくこれもさ、作った人がどうしてもヨルムンガンドのお腹に行かせたかっただけのような気もするね。うん、ほい邪魔。絶対でもなんか起きそう。こんなすんなり終わるゴッドオブ王じゃない。どう？すっかり元通りってわけじゃないが、以前とは比べ物にならん。ビフレストは無傷か？大丈夫じゃ。必要なものは揃った。やっとヨトゥンヘイムに行けるんだ。ああ、いよいよだね。何も起きないか。定めって言葉を知っておるか？定めは神が作ったまやかしだ。そうか、お前さんは父親そっくりじゃな。うん、何も起きんか。起きないなら起きないでいいんだけど。蛇に合いそう。やっぱりほらほらほら、今のは少し冷や汗をかいたの。ヨルモンガンドの腹がわしらに驚いとるのかもしれん。いや、うん、何かおかしい。何かと戦ってんじゃないこれ。どうしたんだろう。これはまずい。うん、わ、何かいる。ヨルムンガンドが攻撃されてる。急がねば。全く同感じゃ。やっぱりな、ただで終わるわけがない。ただ口開けてもらわないと、もう捕まれ、体勢を手伝う。ここで落ちたらもう、これ
終わりだぞ。やばいやばい、全く何も見えないのに。出れた。まずい。いや、違うはずだ。トールじゃないの？死んだ巨人。なぜここに吐き出した？うん、見て。お。フレイヤ、彼女は仲間。だよね。確信が得られるまで用心しろ。ヨルムンガンド、何があったの？わからないんだ。なぜここへ来た？息子を探しているの。あなたたちがいろいろ気づかせてくれたから。居場所はわからんのか？わからない。だけど草木が彼の名をささやいてる。ミズガルズにいることは確かよ。うん、最後に見たのは大昔よ。あなたの生まれる前ね。なんで私を避けてるの？何があったの？あそこ！あ、息子来た。あの大蛇をどうにかすりゃお前たち二人をまとめておびき出せると思ってよ。こいつがやったのか？お前らのせいで俺がどんな目にあったか想像もつかねえだろ。バルドル、私よ、逃げないで。俺はどこへも行きやしねえさ。まだ恨んでいるのよね。あなたの感覚が変わってないことも。でも俺の感覚だと俺はこの100年の間ずっと待ちわびてきたこの瞬間を。あんたに奪われたもの、そしてその苦しみをあんたに分からせるにはどうすりゃいいか、そのことばかりを考えてたんだ。だがな、気づいちまった。実際そんなことはどうでもよかったんだとな。だってあんたはもうようなしだ。ダメ、下がって。これは家族の復讐の道を歩むな。それで安らぎは得られん。お前は後で相手をしてやる。まずは家族のことだ。やんのか？やるみたいですね。確かにバルドルは昔のクレイトスみたいなもんだもんな。ここから離れて。お願い。お願いだから、やめて。ちょ待って、めちゃめちゃ弓刺さってる。はい、おいおいおい、お願いだから戦いをやめてっていうレベルじゃない猛攻。やめてと言ってるでしょ。止めて。
おっと、まずい。ガキは目でもつむってろ。見たくねえだろ。僕が守る。やめるんだ。どうかい。やめろ。アトレウス。おい、アトレウス。血が出てる。息をしろ。早く。僕の血じゃない。え？なんだこれは。痛みを感じる。これは感覚が戻ってきた。やめて。ああ、不死身じゃない。アトレウスが持ってた矢筒のあれか。あの女！え？これ以上はさせない。サムールが生き返った。僕たちのこと殺そうとしてるの？いや、これは風の音。移動している。あの矢、バルドレが殴ったのはヤドリギ？矢筒の紐に使ったものだ。ヤドリギが聞いたのか。フレイヤは呪われてるって。聞いたところじゃない。魔法が解けたんじゃ。もう不死身ではないと。そうじゃ、間違いない。もう不死身ではないはずじゃ。今頃思い出した。なんで。でも、やめろ。話しても無駄だ。殺されるだけだぞ。俺を止められると思ってんのか。出た。邪魔はさせねえ。どこにいる。殺されても構わない。私は息子を守る、うん、絶対にバルドを死なせはしない。すごい、やっぱ家族がテーマだな。いずれにしろすぐに終わるさ。どこどこどこどっから来る。マジでちょっと待って、ちょっと待ってこれを避けながらってこと。はい、よし。最高の気分だ。クソ、不死身じゃないにしろ怪力なのは変わらないのか。はい、よいしょ。来る。影にいるとヤバいみたいな。そういうわけでも。なんて最高なんだ。はい、殺したら最高の気分に浸れそう。よいしょ。おいおい。はい、感じる、感じるぞ。寝てつく寒さ。12秒。12秒です。息子さん12秒になってます。ちょ、待ち。くそ。おい、くそ、プレイヤー。あー、プレイヤー。バカで愚かな女め。おい、くそ。おい、その丸いところに行くと縛られちゃうのか。はい、オッケー。はい、よいしょ。ガロー、いけ。ちょっと言ってることとやってることが違う。おい、ちょっと待って。まあ、そんな強くないな。バルドルより全然バルキュリアの方が強い。よいしょ。ガード。
これはタブールの息吹みたいなもんか。はい、当たって当たりやせ。ほい、今よいしょ。おい、弱いぞバルドル。カラス。おいしょ、ケイ。おい、いいよ。このまま押さえ込む。よいしょ。おい、いけ。はい、お父さんタイプ発動しちゃった。よし、まだお父さんは使わない。よし、もうこれ以上は出せない。来た、まずい。丸連打、これ丸連打でしたね。おい、はい、決勝だ。撃て、おし、アトレウスは、アトレウス、僕はここ平気だよ。なんで平気なんだ。俺はおかげさまで絶好調だぜ。こんな命に触れる感覚初めてだ。やめるのよ、リエゴ。なんで、なんてこったい。おい、よいしょ。さ、ファンがサインください。お取り込み中申し訳ないですが、今度はこのバージョンになってるね。よいしょ。最高だった。おい、いくらでもくれてやる。なっ、プレイヤーが、おい、ルーンを変えたいな。おい、これはまあ氷のが効くだろうから、よいしょ。ここで、よし、オーケーオーケーオーケー、よいしょ。ここで、はい、落ち着き。さ、またザコキャラを落としてくるな。おい、よいしょ、やれる、このまま、よし、オッケー。これバルドル殺したらフレイヤが敵になるよね。フレイヤのが強い気がする。待ちなさい、ちょっと待ちなさい。ちょ、なさい。息子に近づかないで、こんなことしなくていいのよ。フレイヤーを、やつを止めろ。止めるしかない。よし、これあれか。あんたは黙ってろよ。いや、逆、よし、やりなさい。まあ息子がボコボコにされてたらそれは止めるよ。まずい、
さ、な、何すりゃいいんだこれ。はい、よし。いやもうプロすぎるアトレウス。やれー、俺ごと貫け。あ、そういうことじゃなかった。嘘でしょ。やばい、知り合いの息子が宙に打ちながら矢を撃ってる。そういった状況でしょう。くそ、ほらいつ俺が。よし、メイヤは今どこにいるの。できなかったことをやった。こんなに命を感じたのは初めてだ。ちょっとどうする。とも皮肉だな。スパタンレイジ。はい、何スパタンスロー。どうしてお前はそんなにしぶとい。スパタンパターンダッチ。はい、スパルタンハメ。ごめん、今レイジ中だから後でね。カラス、おい、こんなやつに負けはせん。硬い、おい、ごめんな母さん。よし、今度は炎ね。はい、病気だったのか。神だと伝えなかったから、あのアトレウスと同じように多分死にかけたんだろうな。そして助けるために不死身にしたみたいなことか。そして神だと知った瞬間になぜ言わなかったってこうなっちゃったみたいな。うん、これはまずい。ちょいと強くなってきた。ほい、回復しながらハメ殺し。これを倒せるとでも思ってるのか。ほい、よいしょ、倒せそうだぞ。はい、弓昇竜拳される。やめ。はい、しつけしつけ、人様の息子をしつけ、しつけ、オーバーしつけ。ブリオンさん、あー座れちゃう。あ、疲れてんの。いい考えがある。なんだ、ヨルムンガンド。よくやった。めちゃめちゃ動き速い。さすが神々の戦い。何も
変わっちゃいない。俺がどれだけやめろと訴えても、あんたは俺の人生を何度も狂わし続けるのか。私はあなたを守ろうとしただけよ。それが、私は間違ってた、分かってる。でも望み通り、あなたの術は解かれた。あなたさえ許してくれれば一からやり直せる。いや、ダメだ。なぜ。無理さ。俺はあんたを許しはしない。すぐ治らないとな。あんたは俺の人生を奪ったんだ。私はもう償った、償ってきたの。でもそれであなたが満足するなら、私を殺して全て終わるなら、止めはしない。限りの苦しみを味合わせてやる。私はお前のムクロを九つの世界の先々で晒し、魂は冥界のクズどもの餌にしてやる。ここでお前に誓ってやる。助けたんだよ。私の全てを奪ったのよ。全てを。あんたはケダモノよ。今も変わらず怒りの炎を撒き散らすだけのね。お前には分からぬ。十分分かってる。でも彼は、アトレウス、よく聞け。私はスパルタから来た。神に魂を捧げて取引し、オークを殺してきた。罪なき者も。そして父を殺した。冥界で見たあの人、これが神なの？最後はいつもこう？自分の親を殺すの？違う。どんな神になるのかは我らが決める。過去は関係ない。過去の私とは
違う道を歩め。乗り越えるのだ。どうやら悪者になったようじゃの。フレイヤからすればな。だが奴にはできぬ決断だ。力が残っているうちに旅を終わらせるぞ。わからないんだ。フレイヤを助けたのは正しいけど、最後には悪意に満ちてた。悪意ではない。お前さんがバルドルを殺したんじゃ。息子をな。子供の死というのはそう簡単に受け入れられるものではない。でも殺そうとしてた。息子を生かすためなら死んだろう。親でなければ理解できん。僕にも殺されるわけ？それでお前が生きるならば。そうだ。良いか。楽な選択などない。それは誰にとってもじゃ。じゃがお前さんは確かに正しいことをした。フレイヤがいた方が世界は良くなる。ただ少し時間をやるんじゃ。きっと立ち直る。テュールの神殿に戻るぞ。これで最後だ。ああ、ついにヨトゥンヘイムじゃ。長かった。ヨトゥンヘイムまで。なぜバルドルは僕たちを？オーディンがわしらを追ってここへ来れば呪いが解けるとでも言ったんじゃろ。真っ赤な嘘じゃがな。どうして宿り着で術が解けたの？万神族の魔法は強力じゃが、その法則はかなり難解じゃ。魔女しか理解できんじゃろう。じゃがそれが悲劇を生んでしまった。バルドルはフレイヤに授けられた宝じゃった。オーディンとの結婚で得た唯一の宝。フレイヤは全ての苦しみを息子から遠ざけた。じゃが彼女の強い思いが世にも愚かな決断を導いてしまったのじゃ。ということで今回はここまで。次回もお楽しみに。チャンネル登録またの方はぜひともお願いいたします。ではまた。